ということで、今日は私たちがそれぞれ4種類別のまつげ美容液を1ヶ月間試してみたので、毎日写真とか撮って検証してみたので、ぜひご覧ください。それではよいしょ。はい、ということで1ヶ月間で記録してみたんですけど、まずみおちゃんから聞いていこうかな、うんうん、何使ったんだっけみおちゃん。私スカルプ D の使ったんですけど、ちょっと忘れちゃった最初の1週間は、あ、なんか伸びたかなみたいな感じがして、それ以降は伸びっていうのはあんまり実感しなかったんですけど、でもなんかまつげ一本一本がしっかりしたなというか、あの抜けにくくなったなっていう、ビューラーしてもあのまつげが一本もつかなくなりました。あ、いいなそれ。私が使うのがこのスカルプ D のまつげ美容液で、この大きさで2ヶ月から2ヶ月半くらいって書いてありました。でこんな感じ、ブラシはねこんな感じになってます。どのまつげ美容液を使おうかなって思った時に口コミ見てたら、なんかアットコスメだったかなのランキングでもこれが一番に出てきたし、なんか口コミもすごい評価が良かったのでこれを買いました。なんか多分スカルプ D って聞いたことあると思うんですけど、結構なんか頭髪のイメージあるじゃないですかね。なんかその頭髪の研究も元になんか5年ぐらいかけて開発したらしいです。そういうなんか詳細っていうか概要欄見て、あーいいなーと思って私はこれにしました単純私は結構塗り方としてはもう本当に目頭から際からもうギリギリのところまでから先まで塗っていってます。今日は初日ということでちょっと塗り方も取りたいと思うんですけど、このたっぷり染み込ませて目の内側から、もう本当になんかギリギリの際まで、際から先までこういう感じで塗ってます。で上からも最後にちょっとこう塗って目の下、私逆さまつげなのでこうやって下げて、こんな感じで塗ってます。はい、ということでまつげ美容液を塗ってから1週間経ったのでどんな感じか見ていきたいと思います。1週間経って私的にはなんか伸びた？若干伸びてる？みたいな感じです。でもなんか伸びよりもなんだろうな、張りとかこうなんかしっかりした感じになった気がします。私は長さはなんか気持ち伸びたような気がするみたいな感じでした。はい、以上1週間報告でした。まつげ美容液を塗り始めて2週間が経ちました。私的にはですね、1週間経ってちょっと伸びたかなって感じはあったんですけど、2週間目は伸びたっていう感じはあんまりなくて、でもなんか写真とか見ると分かるんですけど、1本濃くなったというか黒くなったっていうか、塗ってない時よりしっかりしたなって感じました。はい、まつげ美容液を塗って3週間が経ちました。なんだろう、なんか1週間目伸びたなって思ったんですけど、2、3週間目はそんな伸びたなっていうのは自分では分からなかったんですけど、この間撮影でブルーミーチャンネルの撮影してる時にゆりなちゃんにまつげ伸びたねって言われましたなのでもしかしたらなんか自分では気づかないんですけど伸びてるのかなっていう感じです。あとなんかね、抜ける本数が少なくなった気がします。まつげお化粧落としてる時もそうですし、なんかちょっとこすっちゃったりした時になんかあんまりまつげ抜けるなっていうのが前より減ったかなって思います。以上3週間報告でした。はい、ということでまつげ美容液を塗って1ヶ月が経ちました。まあ、でも毎日まつげって見てるのでなかなかこう変化を自分で感じるのは難しかったんですけど、
まあ一番わかりやすかったのはあのまつげが抜けなくなったっていうことですかね。あとは見た目的には一本一本なんかこうしっかりしたなっていうのと、まあしっかりした分一本がなんか黒くはっきり見えるようになったなっていう感じです。まあ、伸ばしたいっていう人よりも自分のまつげをこうしっかりさせたいとか、よく抜けちゃう人とか傷んでる人をまつエクしたりまつぱしたりで、まつげが傷んでる人にその痛みを軽減するじゃないですけど、そういう方におすすめかなっていう美容液かなって思いました。はい、ということで1ヶ月終わりました。強くなるんだね、じゃあやっぱ、まつげがしっかりするって感じ、ね、はい、じゃあ私は、ラッシュアディクト、これです。ラッシュアディクトのまつげ美容液を今日から1ヶ月塗っていきたいと思います。これはまつげの際に塗るみたいなので、こういう感じで塗ってきます。今日もしっかり美容液塗っていこうと思います。なんかね、正直マスカラいらない気がしてきた。まつげ一本一本が強めに伸びたというか、私多分髪の毛も直毛だからか分かんないんですけど、ビューラーしないとまつげに全くカールがないんですよ。なんか特に目尻とかが分かりやすいんだけど、すごい伸びたのが分かる。ちょっとスキンケア終わって顔テッカとかでちょっと申し訳ないんですけど、すごくまつげが伸びたのが実感できますね。でもなんか私この動画を撮る以前からこのまつげ美容液を使ってて、でその時はその初めて、人生で初めてまつげ美容液を使ったんですよ。なのであの今よりももっとすごい効果を感じたんですけど、伸びた後でもやっぱ伸び続けるし、この一本一本がちゃんと強くなるような感じですね。だから今までこうギザギザギザってマスカラを塗ってたんですけど、本当にサッサッサッって溶かすぐらいしかマスカラをもう最近塗ってないです。なんかやりすぎ、こうギザギザって塗るとすごいケバくなっちゃうぐらいまつげが伸びて、こう一本一本の主張が激しくなったので、マスカラの塗り方も変わりました。今日もしっかりまつげ美容液を塗っていきたいと思います。私は寝る前にまぶたに塗るようにしてます。で結構前にも私この美容液を使ってたことがあって、それはなんで使い始めたかっていうと、まつげパーマとかを毎月のようにしてたらすごいまつげが抜けてくるようになっちゃって、こうまつげが薄くなってきちゃってるっていうのをすごく感じて、マスカラとかが綺麗に塗れないのがすごく悩みで、これを買ってみて実際に1ヶ月ぐらい塗ったら本当に伸びて一本一本も濃くなったりとかしたんですよ。なの でちょっとお休みしてたんですけど、また最近も塗り始めるようにしたら、やっぱりこう一本一本がしっかり伸びてるなっていう風に感じますね。あとマスカラがこう一塗りとかでも本当に綺麗なまつげに仕上がるので、すごい美容液って本当に大事なんだなって改めて思いました。まあ、1ヶ月塗ってみて太くなったってよりは一本一本がやっぱ若干伸びたかなっていうのがあります。最近なんか多分花粉の時期だからかなのか分かんないんですけど、ちょっとまつげの生え変わり期なのか、結構まつげが抜けちゃうことが多くて、せっかくね結構伸びてきたのにちょっとなんか密度が減っちゃってまつげが薄くなったように見えちゃうんですけど、長さ的には結構伸びてると思います。で私個人的には色素沈着とかも特に気にならないので、なんだろう、口コミとかで結構色素沈着がある方もいたみたいなんですけど、私は今のところは特には気にならないかなという感じです。でも若干下まつげの
このここの部分になんか産毛みたいなのが若干生えてきちゃったっていうのがあります。まあ本当にすっごい近くで見ないとわからないぐらいなので、まあ気にならないとは思うんですけど、まつげが伸びた分ここからも若干産毛が生えてきちゃってるのかなっていうのはあります。ちょっとこれからも続けてみて、どれぐらいまつげが強く濃くしていきたいなって思うので、ちょっと今後も塗り続けて様子を見ていこうと思います。はい、私こちらです。ネマキッド有名だよね。これもよく見るし、うん、ドラッグストアでもなんか見ると思う。さくらです。今日から1ヶ月間まつげ美容液を使っていきたいと思います。今回使っていくのがエマーキットっていうものなんですけれども、中を開けるとこんなに細い筆がついてました。でこれをアイラインを塗るのと同じ感覚でこのまつげとまつげの間につけていきます。はい、という感じで塗り終わりました。でこのエマーキットはね、なんかね、まつげだけじゃなくて眉毛にも使えるらしい。あとね、あれだね、このエマーキットは、なんて言うんだろう、まつげの数を増やすぞっていうものではなくて、もともと自分が持ってるこのまつげを根元から強く太くしようっていうものらしくて、なので今まで生えてなかったところからまつげが生えてくるっていうものではないみたいです。ということで、1ヶ月間、これを毎日使い続けていきたいと思います。はい、ということで1週間エマーキットを使い続けてみました。まあ、まだ大きな変化は1週間なのであんまりわかんないんですけど、なんか個人的に一本一本毛が結構太く黒くなってきた気がします。ということでこれからも使い続けていきたいと思います。なんとなく長さが出てきた気がします。どう？勘違いかな、私の。でも最近私花粉が始まりつつあって、ちょっと目をこうやってこすっちゃうんですよ、痒くて。だからちょっとそれで効果が薄れつつあるかなっていう心配もあったんですけど、の割にじゃない？ということでこれからも使っていきたいと思います。どう？多分私まつげパーマをこの間当てたので、その効果でまつげがかなり上がってるように見えるんですけど、でもさ、長さがちょっと出てきたのかな、そんな気もします。なんだか若干長さも出てきて、まつげが濃くなってるというか太くなってるっていうか、でもなんとなく効果がある気がします。こんな感じでした。はい、ということでエマーキットを使って約4週間が経ちました。どうでしょうか、4週間使ってみたんですけれども、個人的には結構効果があったなって思っていて、なんだろうな、私もともと地まつげが量はそんなに少なくはないけど、一本一本が割と細いイメージだったんですよ。なんですけど、このエマーキットを使ってから割と一本一本がしっかり生えてる。しかも長さも出た気がする。私今までまつげ美容液を使ってこなかった分、より実感しているといいますか、かなり私は変わったかなって思っていて、途中で下まつげにも塗るようにし始めたんですよ。そしたら割とね、下まつげ私結構少なかったんですけど、ちゃんとちょっとずつだけど生えてきているような気がします。まあ、まだ4週間なので、これからもっともっと使い続けてどうなるかなって私は楽しみなんですけれども、とりあえず4週間使ってみた検証がこんな感じの結果になりました。なので今自分のまつげがちょっと細くて、もうちょっと濃くしたいなとか太くしたいなっていう方に特におすすめかなって思います。はい、ということでエマーキットの検証でした。
ね、私は今までなんだろう、まつげ美容液を使ってきてないんですよ。だから結構効果出るかなと思って期待していて、うん、でもなんか伸びてる気がする、うん、横から見て違うのがわかるなんか濃くなって一本一本がしっかりしたような感じするよね、うんうんうん、そうそう本当にそう。だから変なところから生えてくるってことも私はなく、すごいなんか良かったかなって思うので、なんか続けたらもっとなんかちゃんと伸びも出てくるのかなっていう感じですね。今日からまつげのこのまつげの育成動画を撮っていきたいと思います。はい、今日から約1ヶ月間撮っていくのでぜひ見てください。まつ育動画2週目です。1週目よりこう若干ボリュームが出たかなっていう感じがします。こう自分で見てみると、画面を通してちょっと分かりにくいかな。はい、はい、3週間目です。結構長さとか太さも出てきたかなっていう感じがします。やっぱまつげ美容器ってすごいですね。うん、まつ育はい、3週間目でした。はい、約1ヶ月間まつ育動画を撮ってきましたが、いかがでしたでしょうか。もうね、個人的には化粧、例えばマスカラを今までこう2、3回こう塗り重ねてたのが、もう全く全然1回すってもう全然満足いくぐらいになったのと、あと一本一本の太さが全然違くて、こう濃くなったっていうのがすごく感じられました。皆さんもぜひ使ってみてください。はい、約1ヶ月間のまつ育動画でした。はい、ということで今回は私たち4人がまつげ美容液を1ヶ月使ってみて、それぞれの効果を検証してみました。ということで、この動画がいいなと思ってくださった方はグッドボタンとコメントとチャンネル登録お願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。